どうもお酒は私なてかまさやんです。こんばんは。2022年の12月の12日です。札幌リンザライオンビアホールスペシャルです。飲んでおります。ローソンで売ってました。ちょっと苦味が強いかな、うん、冬には最高ですね。おっさんにも最高です。はい、キリンのクラシックラガーをもうちょっと苦くした感じ。嫌いじゃないこれ。ありがとうございます。銀座ライオンといえばね、私広島市内に住んでた時に広島駅ビル店がありましたよね。ちょっと調べてみたら駅家の方にも新しいね、駅がリニューアルしたところにも入ってるというところで、うん、お世話になりました。本当にありがとうございます。飲み行きました。結構ありがとうございます。はい、ということでいきましょう。ソッドの品第三国志のなんですけども、新シーズンの情報がちらほら出てきて、なんかいろんなイベントも始まったので、そろそろエントリー始まるかな。今週中に始まってくれたら嬉しいなっていうぐらいなんで、はい、本日も信長の野望ハドゥやっていきたいと思います。よろしくお願いします。私5年間ね、第三国志というゲームを愛してきまして、その後 YouTuber としてね、いろいろ活動してるんですけども、まあ大好きですよ。第三国志がやっぱりまだ好き、諦めてないというところで、この第三国志フリークマサヤンが、今回のハドゥに関してね、信長野望ハドゥに関して、まあちょっといろいろ、まあ個人的な意見ですし、超個人的な意見ですし、好みもありますから、いろんなシステム的なところをね、これ変えてくれたら嬉しいなっていうのをね、いろいろ話していきたいと思います。はい、で討伐戦ですね。討伐戦、前回の動画であげた討伐戦、吉川元春あと4700ぐらいで、はい、ゲッチューできます。確実にゲットできます。ありがとうございます。でまずやっぱやっぱりこういうストラテジーってさ、対人戦なんですよ。対人戦がめちゃくちゃ楽しい、めちゃめちゃ熱くなるっていうところで、それをねやっぱりしっかり考えていただきたいというところで、まず一つはレベリングですね。経験値というものがちょっとやっぱりもうちょっときついな。レベル上げが、オーダードームならいきましょうか。でレベル26か27で今残りあと31万7320ですから、まあ、50万ぐらいですか。メーターから見れば50万でしょ。で基本的に経験値は経験値書をゲットするか、族殴った時の経験値が主。族殴って今レベル40を殴って2万6000か、まあ、50とか60とか今ねいけれないんで、それだとレベル40殴るとしたら20回ぐらいは殴らないといけないと。で経験値書に関してはイベントとかでもらえたり、あとは族でもらえる分もあります。大体でも経験値書が主かな。もっとレベルの高い族でね、経験値書の高いのもらえるのかな。はい、ということで族殴ってから経験値書はね手に入るんですが、はい、1000しか上がらないんでね。はい、で特だったら5万上がります。これでいけ。ただ特はね手に入らないかな、なかなか。この3も吉川元春のイベント報酬でもらいました。はい、なのでまあこれはまあ賛否あると思うんですけど、まあゆっくりね、まだシーズン序盤ですし、ただ上がり幅がね、経験値のレベル上が30とか40まで上がっていくともっときつくなってくると思うので、いやーこれ完走できんのかなっていうところですよね。経験値のアイテム変えるかどうかなんですが、これ多分現時点では課金アイテムを使って経験値を上10個、高が知れてますからね、はい、2万ですからね、まあ、20万上がるのか、ね、20万上がればまあちょっと違うかです。それ以上に廃課金がなんかできることはない気がします。もしかしたらあるかもしれないというところで、で、まあ、修正来たんですよね。これ多分意見があったんで修正来たと思うんですが、
こういう風にね、レベル上げた SSR のこの長になりますを、これ強化のとこでリセットかけれます。リセットって押すと、課金アイテム40を使って、多分今まで上げた分の経験値を経験値書に変えてくれると。経験値書得60ってなってる、やばい。でこれこう、でもここまでしてね、変えたくないんですよ。だって4軍かな、4部隊をやっぱ今手いっぱいですから、ね、SSR のね上げた分をね経験値に変えてっていうところもできないです。ほんと1部隊だけに特化して作るんならね、そういう方向もあるかもしれないけど、うん、けど、はい、ということでね、まあ、経験値はちょっと修正は来てますけど、なかなか厳しいなというところでございます。カンストいけるのかっていうね。はい、続きまして、米問題ですね。米問題、常に米ないんですよ。これ前回の動画で言ったから、米が常にない。米きつい。きつすぎ。まだ、そんな激戦というか、対人戦やってないですけど、壊滅しまくったりしたら、もう、全然ないと思います。現在私の待機兵士が4万、まあ結構ありますよね。で、5万3664まで、蓄えれると。で、歩兵で1万3284を買えるのに6万6420ですからね、うん。フルマックスにするには24万ですよね。米全然足りないんですよ、これ。まあ、1時間あたり8000ぐらい米もらえますけど、全然足りないです、多分。対人戦でゴリゴリやったら。で、これに関しても修正は来てます。修正来てますよね。で、米に関しては、高知の調達回数上限を増加ということで、高知 C で3万だから1回。ただ3回しか調達できないんですよ。15人いるのに1問。すぐなくなる。もう1回ね、取らせてもらったんですけど、なんか申し訳なかったし、行っていいのかなみたいな。そんな活躍してねえのに、みたいな。30回ぐらいまで増やしていいんじゃないと思います。そこまで上がらないだろうけど。でも30回も増やしても15人が2回ずつしか調達できませんからね。1個に対して。で、水田からの兵糧獲得量増加。まあ水田、いわば施設ですね。施設のを増加すると。で、農業の情報修正と。水田の任命効果を上げる技能を修正して、まあ、米をよりたくさんもらえるっていうことをやりますよということで。米なくして戦いできないんですよ。なので、まあ、僕はさ前回言いましたけど、単純に、徴兵じゃない、歩兵の単価を安くしたらいいんじゃないと思うんですよ。1人、歩兵するのに、今5です。5ぐらい。兵糧5ぐらいかかりますけど、これ3とか2するだけでもね、全然節約できるとは思うんですけど。どうなんだろう。はい、次でーす。はい、次、軍令ですね。軍令少ない問題です。はい。軍令ですね。軍令というのは体力ですね。体力。他のゲームで言えば。1部隊動かすと1減ります。上限23で、まあ、22ほどね、あるということなんですけど、で、1時間に1回復するんですかね。で、ちなみにこのゲーム、今僕4部隊いるので、4部隊バッて動かすと、軍令書が4減ります。つまり、今の僕の軍令書だと6回かな。6回バババババって動かすと、ゼロになっちゃうということです。はい。で、これは別に部隊を出兵したり、まあ、調達とか、まあ、動けば減りますし、帰還とかさせようと思っても減ります。まあ、帰還する、それを減らさないためのね、軍令書を使わないアイテムあるんですよ。見とこうか。機関令53もある。多分これ機関令使えば多分軍令書減らないのかな、多分ですね。はい、ということで一気に全部使い切っちゃったらもう1時間経っても1部隊しか動かせないっていうことです。で、今回軍令回復っていう軍令書回復というアイテムがあります。結構溜まってますね。僕33、小が33、これ1回復で中は5回復するので現在150分ぐらい僕溜め込んでるんですけども、吉川元春の
イベントクリアしようと思ったら、これガンガン使っていかないと。ガンガンでもないかな。もうそこそこ使わないときついかなと思います。現在イベントで、昼と夜、昼夜俸禄っていうのがあって、これ、昼、軍令書回復、昼を2つもらえるので、1日。まあ、10回行動分ですね。もらえます。ただ、ガンガン動いてる人は全然足りないと思うんですよ、軍令書。全然足りないと思う。第三国志は武将ごとに体力があって、体力150で1回で20消費するので、だいたい7回行動できるんです。まあ、一緒ぐらいなんですよね、行動。ただ、回復が武将ごとに1時間で1回回復するので、この信長野望、あ、ドゥーに、振り返ると、1時間で軍令書が7回復するっていうことになりますので、まあちょっとこの波動はかなり動きにくいってことです。ただ、まあその、第三国志の方はね、その体力というか軍令を回復させる術がないんですよね。こういうアイテムがないので、アイテムをそこそこ、まあ配布とか変えれば、まあ動きはまあ多少は動けるのかなと思います。で、買い物ですね。50、課金アイテム50使えば、中をもらえるということで、最大15か。3つですからね、最後。これ、上限が。1日。15分は回復してくれるというところで。まあ、課金アイテム使えば多少動けるよというところですが。もうちょっとあってもいいな、これ。回復書の上限を上げる、変えるのを上限を上げるか、配布。まあ、今、まあ、さっき言ったように、俸禄あるんで、このところ、あるけど。ガチのこれも、対人戦になると結構きついかなと思います。はい、そして、最後一問ですね。はい、一問の上限が圧倒的に少ないです。これはね少ないよ、うん、でこれも修正入ったんです。修正入ってうち八田ガラスレベル6で15人、これ変わってないですよね。レベル1でも15人なんで、で1個上がれば1ずつ増えて、レベル10で17人。で、15で20人。ですね。で、20で25人で、マックスが、30人です。で、これ、相当時間かかるし、30人やっぱ少ないよ、これは。50人とか100人に結構、まあ、最初の中で1レベル上がったら3人とか5人とかも増やしていいと思ってて、で、1問、でマックス50か100とかっていうのにした方がより楽しめるかなと思います。まあ、同じ大名けどチャットもあるけど、今回のその隣接システムですね。寮の隣接システム採用されてるんですけど、この三角形のね、領土。はい。例えばここに行こうと思ったら、あ、行けたか。あれ？これうちの隣接があるか。あ、こっち自分の隣接があった。これでしょうか。はい。自身または一門の領土と隣接するか、自身の里がある領土のみ制圧可能と出てきます。つまり、同じ大名家、僕だった浅井家の他の一門の人の土地の隣は取れないってことなんです。これはね、動きにくいったらありゃしないってことです。はい。たった15人が、例えば、の一門で、5個も6個もね、戦いの場所に来たときに、すっごい動きにくい。うん。隣接しか動けないですから、自分の一門の。これは動きにくいね。うん。一門の隣接を使えるようにするか、一門の人数の上限を上げるか、どっちかしないと、これ動きにくいなと思うんです。隣接は取れないけど、塗り替えることは可能なんです。ちなみにね、塗り替えは可能。トラブルの原因ですけどね。同じ大名家の土地の塗り替えは可能なんです。はい。これな塗り替えは結構問題。これ塗り替えレースにもう隣接しようともいい気もしますけどね。うん、まあ、いろんな意見はあると思うんですけど。はい、で最後に
もう一つ9戦、今9戦53分52秒と出てますけど、9戦というのは保護期間ですね。何人たりともそこを触ることはできない土地の保護時間なんですけども、この9戦が普通の土地は1時間です。こういうとこは1時間で、この C とかこういうねついてるとこ、これは6時間です。いや6時間長いよと思ったんですよ、ね、第3コースは全部1時間ですけど、6時間で9戦バリア、メンバリってやつ、第3コースでって相手が攻めてこないようにバリアを張る、9戦でバリア張るんですけど、6時間でバリア開やられたらしんどい、6時間何もできないんですよ。ただその C 領土か B 領土とかね、A 領土がずっとね配置されてるわけじゃなくて、だいたい1時間面線、あ、1時間9線の土地が多いので、完全にそういうこう封鎖っていうことはできないんですけど、これ別に1時間にしてもいいかなと僕思うんです。もしくは2とか3でもいいかなと。でこのゲーム移転し放題なんで、里はちょっとアイテム使うんですけどね。まあ、し放題なんです。基本はし放題なので、例えば6時間取った、C 領土取った、そこに全員集まるみたいな。で6時間無敵みたいなことできますし、自分のね、主張をこうやって守ること。里9戦旗ってありますけど、ね、4時間とか8時間って。寝る前とか置いとけば、攻められないんですけど、まあ、C 土地とかを取ってそこに移転しとけばこれ使わなくて済むしね。ちょっと守られすぎて、まあでもみんなが受けれる恩恵なので、まあ、いいかなと思うんですけども、やっぱゴリゴリ緊張感のある戦いをするんだったらこれ6時間長えなって知った。あと土地を破棄したら30分休戦ですね。これもまあ賛否はあると思うんですよ。土地を捨てたらね、捨ててみようか。俺の土地どこだっけ。あ、これ。これ捨ててみましょう。捨てると、即時廃棄になって30分休戦ですね。まあ、これがいいか悪いかは、あれですか。まあ、休戦なしだとね、本当に張り替え、張り替え、張り替えで。動けなくなる可能性もあるし、あ、ここ破棄された30分時間があるなっていう時にね、作戦をその後考えることも、敵も味方もできるので、これはこれでまあありかなと思います。はい、そんな感じでちょっと長々と喋ったんですが、まあ運営の皆さんにおかれました、結構早い段階で調整を入れてくれてるので、まあこれはね一個人的な意見でございますけど、多数の意見が入った場合にはより良いゲームにしていただきたいと思います。はい、ということで、お酒は出てくれませんでした。ありがとうございました。